はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナー、続きをやっていきたいと思います。剣のパワーが上がっているので鍛えたいんだけど、ここってどこにいるんだっけ。ワッツ武器屋マークがあるとこだっけ。あ、ここだ。ここで、その後は大神殿、続きを乗り込んでいきましょう。他なんか上がったのあったよね。ボス倒した気がする。エルフの弓矢からウィングボウ、どっちがついてるか分かんないよね、名前だけだと。ルーンスピアは強そうだね、普通に。マサムネからズールドの剣、なんか珍しいねズールドの剣っていうのは。で、聖剣はマナの剣だから、エクスカリバーとかってどうなんだ。1個前とかエクスカリバーとかだったのかな。さらにエクスカリバーになったりするのかな。やっぱ聖剣といえばエクスカリバーだよね。それまあ、ただその聖剣がね、一番強いか、まあ、このゲームでは聖剣が一番強いんだけど、聖剣エクスカリバーが一番強いかって言われるとそうじゃないからね。まあ、そもそもエクスカリバーとマサムネだったら、ファイナルファンタジー系列ではマサムネの方が強かったからね、1とか2は。このジェマとかマジ何してんだ、全く何の役にも立ってないね。ポポイが一回言ってたけどさお、何か様子が変だぞ。死んでるよ。一体何が。立ったまま死んでるのか。階段の向こうに通路があるよ。前はあんなのなかった。え、ここってどうすんの。いや別にどうにもできないわ、立ったまま死んでいる。これ立ってるよね来たわね、ゴーヤ。工程をやったのはお前かその通りよ。マナの要塞さえあれば、私たちが世界の王ですもの。私たち、他に誰かいるのか。ナトス、知ってたのか久しぶりだな、諸君。ディラックは無事なの。もちろんだよ、お嬢ちゃん。彼は間もなく私の生まれ変わりになるのだから。どういうこと。体を転移させるってことか。そんなことを知る必要はなくて。そうやって長年生きながらえている。さあ、タナト様は要塞へ。ゲシュタールの仇、今こそ晴らさせてもらう。お前らはここで死ね。一応仇ってなってるんだ。ああ、まあまあまあぽいね、ラミアンナーが。ダメージによっては、まあ、このままファイアボールでいこう。ちょっと、え、アンチマジック使ってくる。先か。あれ、アンチマジック入った。次へ。分からん。なさい。アークスクリープしか唱えてこないから、ファイアホークで応戦するか。アンチマジックはキャンセルできたんだね、こっちのファイアホールで。マジさ、すごいよねこれ。ちゃんと攻撃してる今にタイミングがもう慣れてきた。あ、倒した。こんな噛まれないなこいつこれでまた武器パワーが手に入るけど、まあちょっと戻ってる余裕はないよね、さすがにめんどくさい。無知か。そんなバカな、タナトさん、なぜなんで喋ってんの最後の最後。もうまた爆散してたのにさ。あれ、ここなんかある。スイッチだけか。ゲスタール、
生きていたのか。それはゲシュタールや。ゲシュタールではない。どこにいる。右上のマップのとこにいるの。見えなくなってるよね、右マップで。私を古代魔法で蘇らせた魔法機械生物。哀れな戦う人形さ。なんて、むごいことを。当たる。当たるわな。さあ、また。波動砲みたいなの感じてる。あー、少し入ったか。やばい。跳ね返された。ちょっとこれはアンチマジックが早かったね。セーフ使おう。まあ、その分でも結構ダメージ入ったかな。よし、これはもう飲んだな。クイック、クイックで、あれ使おう。ラッシュ。何だった。波動砲みたいなのだった。波動砲がさ、あんまりちょっと早っ。よー、気を失ってしまった。魔法が切れたか。これ好き。なんで動かないのあいつ。いや、早いね。これさ、マジでさ、技ゲージ溜めていけば全くないよね。なんなの。やかましい、こいつは。なんで魔法消えたの。あ、あれか、ラッシュか。ラッシュはね、クリスタルがなんか出やすくなるとか、そんな感じの魔法なんだよね。あれ、こっちが先に消えたか。おお、ちょい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 。バッキンチョコ食わせよう。ちょっと待って待って、これもう早く行くかな。あ、まだか。魔法跳ね返されてね、死んだね。アンチマジック、これずっとついてんのかな。ちょっとめんどくさいよな。あれ、ラッシュ切った。ラッシュじゃないこれ、クイック。ちょっと本当にこれ肉弾戦になるとマジでめんどくさい。まださ、レベル50か。やり。いよいよ要塞が始動する。古代大陸が沈んでしまうよ。なんで始動するって分かったんだ。相変わらず有能なフラミーだな。魔法が切れたって。勝手に動いてますね今。動けるようになってる。え、どこ行けばいい。マナの神殿に行けばいいの。あれ、ここなんかこんな数あったっけ。マナの聖地。あ、ここがマナの聖地か。あれ、これはマナの要塞。ダメだ、シールドが貼られてる。ひとまず脱出だ。
これが入んだ、この演出が。マナの要塞にはいけない。え、どうすればいい？ちょっと一回、いきなりさ、なんだっけ、マナの神殿に行くのもあれだから、マナの聖地に行くのもあれだから、一回マナの神殿に降りてみよう。まだジェマとかいるのかな。あ、いる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 。話を聞こう。ちょ、なんだ、ランディ、無事か。我々もなんとか脱出することができた。とうとうマナの要塞の復活を止めることができなかった。聖剣もまだ、間もなくマナの神獣が現れるだろう。要塞の火力と神獣がぶつかれば、世界はまた滅びる。だが諦めるのはまだ早いかもしれん。かつて賢者ジャッハ様から聞いたのだが、世界の外れにマナの聖地と呼ばれる禁断の地がある。普段は厚い雲に覆われ、空からでも入ることはできん。しかし今は違う。要塞の動力はマナエネルギーだ。マナの要塞が残り少ないマナの力を奪い続けている。マナによって守られている聖地を覆う雲も少なくなっているのではないだろうか。マナの種子はマナの木の一部、種子と共鳴することにより力を回復してきた聖剣だ。マナの木そのものと共鳴させれば完全に蘇らせることも可能なはずだ。じゃあまだ希望はあるんですね。僕ら聖地に行ってみます。まだ誰も踏み入れたことのない禁断の地、何があるかわからない。気をつけていけ。なるほど、これでマナの聖地へ行けど。みんな無事でよかった。こいつ相変わらず回復してくれんな。これだ、一人一人さ、順番に手あげるの、みんな一緒に手あげろよ。タナトスたちが皇帝を裏切り、確かにタナトスが何者かだよね。神殿の中でも仲間が待ってるよ。え、そうなの。今ニキータいなかった、右の方に。おお、あの皇帝が、せっかく皇帝が倒。プリム、私あなたにひどいことを言ってしまって。ううん、うん、いいの、心をコントロールされてたんだもの、仕方ないよ。私、気楽と幸せそうなあなたが妬ましかったのかもしれない。心のどこかに隙があったからあなたさえつけいられたんだと思うの。私を許して。アベラさあ、こっちを向いてよ。私たち友達でしょ。勝者の余裕だね。向かねえし。あ、向いた。プリム、ありがとう。ディラックを取り戻せるよう祈ってるわ。上から目線だよな。余裕があるよ、プリムには。ワッツは右側にいるのかな。あれ、全然違って、ニキータじゃなかった。え、これ逆に行かないとさ、話しかけられないの。すげえ面倒くせんだけど。あ、ニキータいるよね、やっぱり。にゃんと、ほにゃるぽ。なんかある。お、あ、ガントレット1個手に入れて、プロテクター。え、これってさ、倍なの。6万5000円ってさ、高いは高いけどさ、いやでも売ってないよね、他には。普通の街に売ってるわけないもんね。ワッツいねえし。セルゲル、なんでここにいるの。他の兵士はメレリア提督の船で脱出したよ。不思議と海が静まったんで船が出せたんだ。モリエールも心を入れ替えて掃除係からやり直してるぜ。掃除係とか下の下の下っ端じゃん。にゃんと、プロテクターも揃えられるかな。やばい、ガントレットはあるよね、1個。ニードルヘッドだっけ、ニードルヘッドって言えたんだっけ。コカトリスヘルムか。プロテクターすっげーあるんだけど、上がり方が尋常じゃないんだけど、これ。こんなのさ、
その方の装備で言ったらやばかったっしょ。頭も揃えとかなきゃ危険かな。売ればなんとかなる。ガントレット手に入れられたのでかいな。1個にゃんと上に押しとこう。でもこっちに行きたかったな。バトルスーツ2万円か。9万円欲しいんだよね。全部でいけんな。行くな。9万円いくな。これよし。他にご用は。頭だ。頭しかも2つでいいか。え、コカトリスフレームがどんだけ強いの。また起こし。まあ上がったは上がったよね。あ、下がる。コカトリスフレームいいわ。こいつもヒードルヘルム装備してんだね。防具のさ、上がり方が尋常じゃないんだけど。まあ武器は別に。あれ、剣パワーがアップしたんだっけ。なんだっけ、わからん。それ、ちょっとワッツがどこにいるかわかんないから、また黄金島に行くか。あ、違う、なんとかの剣になった。正宗から次の段階になったから、まあいいや。マナの聖地へ急ごう。ここだね。待っていましたよ。さあ、早くここまで来なさい。なんか敵があんまり見えないから戦いたくないな。え、キモ。リフォンハンド。またミスるな。80とか食らうんですけど。こういった攻撃さ、すげえ頻繁にしてくんな。でもやっぱりね、なんかハマってんな。レベルを上げていきたいからね。右と左に分かれてるってこと。キノコがいる。ダースマタンゴ、とりあえず全員にかけとこう。もうちょっとファイアボールを全体にかけよう。強い。ファイアボールがマジすげえな。全体、あ、全然いかないわ。あ、一応登れるは登れるか、この滝みたいなの。いる。900とか。呼び寄せよ、こちら。ん、1回ずつやった方がいいか。447。いるし、うちポセイドンだからね。うちポセイドンは確率で炎に弱いね。結構敵が多いな。これ下に落ちたらさ、多分そのまま落っこっちゃうよね。しっかりと倒していこう。洞窟みたいなところに。え、何、敵、敵っていうかボス。え、これ、え、何何何、ひどくない。ドラゴンフォーム、名前はかっこいい。いくつダメージ当たる、全然わかんない。ファイアボール打てない。なるほど、地面から出てこないと打てないのか。あー、ちょっと待ってね、ドラゴンだからさ、あれだよね、
火には強そうだな。リセットかけるか。石化ガス。やばいそれ。え、石なしだ。クイクイソー使おう。うわ。風か。陣だな。マジックパールかサンダーボットに行こう。サンダーボットレベル3でどうなんだろうな、この威力。249でしょ。エアブラストでいくつ当てるかだよ。だってエアブラストでさ100とかだったらまあそれやる価値はあるけどさ、58だったらさ、あ、サンダーフットじゃねえや、エアブラストの方がよくねえか。あれ270、サンダーボルトとさエアブラストって何違うの、属性が。絶対これこっちの方がいいじゃん。倒した。斧。先へ進んでいこう。こいつは倒しちゃっていいのこれで。敵から来ればさ、俺たちの侵入者だからね。やっぱレベルが違うからな。ファイヤーボールの方が強い気がする。だから終わる。これは回収していこう。樽、あ、樽ってそういうのあったよね。樽って何なの。タルって何使うの。倒した、倒したね。分かんないけどとりあえず上に進んでいこう。あれ、神殿っぽいとこに来た。ここから先に進むためには左の森の中にいるドラゴンに勝たねばなりません。セーブしますか。はい、セーブしておこう。そんな強いの。ドラゴンってすぐドラゴンがいるわけじゃないんだ。え、これさ、やっぱりさ1体ずつファイアボールやった方がいい。全然さ火力が違う気がするんだけど、全体にやるのと1人にやるのここまで下がるかっていうくらい。あ、しまった、また全体に散ったよ。だからか。グリフォンヘル、アクンチョコ。あれ、もう宝箱ない。てか魔法のくるみ使おう。は出たんだか出てないんだかよくわかんないからな。うお、やばやばくねこれ。今までのボスと全然さスケールが違うんだけど、スケールとかっこよさが。ホワイトドラゴン、お前全然ホワイトじゃねえし。ちょっとその間に一回クイック取らないと。火の力に弱い。どっか行ってしまった。しかし火の力に弱いというのが分かったのであれば、あとはまたファイヤーボールはめに行くか。やっとかさ倒した。スケールが違うけど火に弱いやつはもうマジ雑魚だな。
マジで魔法強えわこれ。弓矢、よしよしよし。ちょっとこいつはまた仕方しよう。グリフォンヘルムとかねもらえる可能性があるけど、これで先へ進めんの？先とかなくね？先に進みなさい。またセーブ。その前にセーブしておきますか？ウケるよね。こいつからすればさ、セーブってなんだみたいな。完全にメタ発見だな。800とか全体、全体だってどこまで下がるよ。182まで下がるんだよ。800が。全体は効率が良くないね。バルーン、バルーンめんどくさい。しかもでかい。このバルーンレベルが高いからか、すげえクマさんみたいになってる。ここで左のキャラクターズの団子は勝てるでしょ。倒せなかったか。こっちがいけるね。あれこの中いけるね。ちょっとこいつを倒していこう。うお、なんかすげえ、すげえ形になってんな。プロジェクト何、こいつがいたか。あいつは使っていこう。オバキューがいる。オバキュー攻撃通らないからな。ちょっとこれは全体でいこう。ポイント、こっちは早い。待て待て待て、どうなってんの。いやめんどくさこいつ。もうわけわからん。ポセイドン倒す。こいつはもう確実にファイアボールで倒せるかな。こいつめんどくさいんだよね。あんまり効かないからね。アンチマジックは使ってこないから楽だね。いやでもカオスソーサラーってことは使ってくるよな。あれファイアボールとかってさ、レベルいくつまで。呼び寄せるか。よし、え、またボス。あ、なんかこれは効かなそうだな。フリーズにしとく。で一応ディテクトかけよう。弱点が分かるまでちょっとフリーズで攻めよう。水の力にもいそうだね。レベル3だからな。ただあこれでラップ。レベル4食らった。レベル1上がるだけでだいぶ火力が変わんなこれ。あもうマスクパーがないんだ。倒した。もう使っちゃった、使っちゃったね。もったいなかった。まあ1000円だしな所詮。レベル1上がるだけでも全然変わるってことは、やっぱり上げとかないと他の弱点属性が来た時に厳しくなるか。
あ、なんだあれ、こっちになってもともとあったよね。あ、いけねえし。どうしようかな。でもやっぱな、サラマンダーで行きたいんだよね。一体ずつ行こう。ここはドライブ3体いるし、わからん。758とか尋常じゃねえな。ちょ、オバキューが先に立つ。あ、もう魔法は消えてしまったか。こっからいけばクリフォンハンドノーダメージで倒せるぞ。まだ生きてるか。倒した。お、これまたあれだね、シカトする左のドラゴンから先に倒す。右とか行ってこないね。右にいるドラゴンかみたいな。左だよね、どうせマップの使い回しでしょ。これさ、しかもさ、あの会話を聞かなければフラグは立たないとか、そういうのないよね。ファイアボールめちゃくちゃ使ってるよな、回数的には。いるね、普通にいるね。いや、これはでもあれだね、またフリーズか。ディテクトはかけよう。一応ディテクトが引っ張るまでは。そう、来ないとこう。397でも十分だな。弱点じゃなくてもいいや。弱点なんだろうけどさ。水の力だね。入ってんのこれ。結構剣振ってけどさ、でもかっこいいよねこのドラゴン。かっこいいはかっこいい。グローブ奥とかなんか、あ、行けるわけじゃないのか、なんか行けんのかなって思ったけど、あれ、この奥とかもなんかさ、そういうあれではないか。あー、そうか、フリーズなってるか。460レベルが上がったからマジックパワー回復した。うわっ、カウントマジック。やはりトナイト来たか。あれ生きてる、ソーサラマジック。え、誰がカウントマジック唱えた。オートセーブがあるからね、別にそんなさ、こまめにセーブする必要はないんだけど。ポセイドンは、ちょっと待って、これをやって、上のやつだな。全体にしてしまった、間違えて。ん？どうなってる？あいつはもう無視するか。いや、無視するっていうか、こっちへ進んでいくんだな。
本ハンマーまだいってるわ。え、結構ちょっと高い。カオス操作ちょっとやっぱ厄介だからね。とにかくこう、ファンタマチック、やばい、誰だ。ゴーストにはファンタマチックかかってないね。これゴーストにファンタマチックかかったら、あれ、まだ生きてる。よし、え、ちょ、待って、どういうこと。まだ生きてるか。スポイトから出てきた。スポイトは本当やだ。じゃあこのマタンゴは攻撃で倒そうと思ったら、あー、こいつこんなとこにいたのか。あれ、そういやさ、自分にカウントマジックかけたわけではない。通ったね。よし、セーフ。ダンサー多分倒すか。あいつ風とかに弱そうだけどね。あの地中に潜るやつ、緑の。よもう魔法使い効率が悪いから。あれ、こいつ魔法取られたの。左にいたね。ここですね。全然わかんねえ。もうちょっとね、その通常攻撃がさ、かさましく、ちょっと誰に当たったかわかんねえな。危険だ。あれ、どうやって来てる。アイスセイバー、さっきのとこさ、上行けそうだったよね。ちょっと上に行ってみよう。おお、うわ、手を失った。ひどい、この状況で。スノームに弱そうだね。サンダーギガースっていうくらいだから、ノームでいくか。ノームとか全然あれだな、レベル上げてないから。ダイヤミサイルとか、こっち見たから、ね、ゼロではない。なんか全部の敵出てくるの。でも288か、まあ悪くはない。混乱した。今のうちにくるみを壊すとこ。え、なに、なんで死んだの。意味不明なんだけど。謎すぎる。何が起こった。即死攻撃を受けたか。大変したらやっぱ火力がないね。しまこれ違う、チェア上がんだけどだいぶ違うな。この間がめんどくさい。敵時間みたいな。
全然当たってないね。よく見れば。電撃です。でもなアンスピークじゃなか、これか。432ってそんなに食らうの。よし、これヒットがめっちゃ高いな。500とかあるんだ。長期戦になってんな。魔法の火力弱ってやっぱり長期戦になるわ。70とかしか当たんないからさ、こうやって攻撃してもさ。攻撃だけだと相当時間かかるよね。いろいろと武器パーが上がって剣が上がった。やった。ちょっとさ、敵が多くてめんどくさくなってきたんだけど。あ、またドラゴン戦か。左に行こう。ワンパターン。ちょっと待ってね。よし、今度はブルードラゴンか。なんだろうな。待ってアンチマジックからいくか。やっぱり風とかに弱そうな気がするけどな。あ、ブルーだからあれか、炎に弱いか。あれ、炎に弱いっていなかったっけ。また土か。しかもどっからサンダーボルト打ってきてんの。アースクエイクにする。300くらい、250くらいか。どこにさ攻撃してもしっかり攻撃すればいい。一体がいっぱいって分かってんだけど。魔法くらいなんでし。あ、なんかポポイが変な感じになってるからか。弱点さえ分かればね。ノームも4になった。めっちゃ使ったからな。めっちゃボスのラッシュだな。ブーメラン。草切らなくてもいけるし。いつまで続くのこれ。全種族倒すとか言ったらマジ長すぎでしょ。またドラゴン3匹とかしか倒してないよね。ここは。あ、なんだ。見て。遠くね、まだ。あれがマナの木で。相当遠いんだけど。ついにやったな、アンちゃん。これでマナの剣が本当に蘇るんだね。なんだか夢を見ているみたい。まさか。本当にここまで来れるなんて。
し、あなたと会えてよかった。もちろんチビちゃんとも。おう、オイラもいい子分たちに恵まれてラッキーだったぜ。短い間にずいぶんいろんなことがあったけど、みんなと一緒だった。だからここまで来れたんだと思うよ。ありがとう。よし、もう一頑張りだ。マナの木に聖剣を蘇らせてもらえば、マナの要塞なんて怖くないぞ。さあ行こう。いや、その行こうが遠くねえかっていうお話を。マナの要塞のパワーを見るがいい。手法発射。ランディーよ、起きなさい。さあ、ここは、マナの木がない。そんな、なんでだよ。せっかくここまで来たのに。くそ、タナトスのやつひどすぎるよ。世界はミラックはどうなってしまうの。ランディーや、あなたたちを待っていましたよ。私はマナの木、世界を見守り続けるものです。悲しむことはありません。私の姿は見えなくても、心はあなた方と共にあります。復活したマナの要塞により、世界からマナがほとんど失われかけています。まもなく世界中の神獣たちが集まり、一匹の巨大な神獣へと変化するでしょう。神獣は失われたマナの回復をすることができる唯一の生物です。でもマナがあまりに急速に失われると、その反動で狂ったように暴れ始めてしまうのです。要塞と神獣がぶつかれば、世界は最後の時を迎えてしまいます。回避する方法はただ一つ、聖剣。マナの剣によって神獣を倒してしまうしかありません。そしてその剣はマナの種族と呼ばれる精霊の血を引く一族によって受け継がれているのです。そう、共和国の騎士であったあなたの父セリンが抜くべきはずだったのですが、15年前の戦争で魔界の力を得た皇帝と差し違え、蘇った皇帝を倒すために最後の力を振り絞り、聖剣を抜きにあのポトス村の森まで来たところで力尽きたのです。え、じゃあ、あの滝のところで見たお化けは父さんだったの。あなたの父セリンは共和国の騎士でした。そして私はその妻、あなたの母だったのです。私たちはマナの種族。マナの種族の女は子孫を残すと、こうしてマナの木となり、世界を見守り続ける定め。マナの種族の男はあなたの父のようにマナの剣を取り、平和と秩序を守らねばなりません。さあ、要塞に向かいなさい。要塞の動力がマナなら、マナが少なくなった今、シールドも消えたはずです。私の最後の力を使って、封印が解かれてしまった全てのマナ種子と聖剣を共鳴させてあげましょう。ランディ、ごめんね。母さん、お前に母親らしいこと何もしてやれなかった。
母さん、本当に母さんなの？マナの木がなくなっても平気なの？剣の武器パワー最大になった。母さん、やっと会えたのに。答えてくれよ母さん。ランディ、母さん、僕は母さん。バカ、しっかりしろよ。母ちゃんの言葉を無駄にするなよ。プリムだって母ちゃんいないんだぞ。そうだっけ？オイラだって。ちくしょう。ごめん、みんな。もう大丈夫だ。僕はマナの種族。父や母の意志を継ぎ、かけがえのないこの世界を守ってみせるよ。いや、どこも行けねえし、フラミに乗るしかないんだけど。なんか天使の世界こんな色してたっけ？使えないからか。まあ、まずはちょっと武器パワー全部ワッツに鍛えてもらいましょう。そうするとまた分かりやすいところがいい。これマナの神殿でしょ。マナの神殿にはね、ワッツどこにいるか分かんないからね。あれどこだ、これが要塞だから。でマナの聖地でしょ。あれどこ行った、黄金島みたいなの。なくなってしまった。 あったあったあった。よし、まずは武器を鍛えて、じゃあマナの要塞は次回ですかね。あ、間違えた、ここあれだ。まあいいや、道具を補充していこう。パックンチョコ、魔法のくるりと、今回聖杯使ったかな。他にまたお越しください。天使の聖杯さえあればさ、ドリアードのさ、なんか復活させる魔法ほとんどいらないんだよね。あれ銃も使うからね。剣は自動的に最大までアップするんだ。ツールとの剣かな。ドラゴンバスターウェアバスターからグレードアックス、巨人の槍からドラゴンランス、バスターフレールからダイヤフレール、ウィングボーから必殺の弓矢、バトルフリスビーから手裏剣、ルーンスピアからドラゴンスピア、ハイパーフィストからグリフォンの爪。これでみんなあれか。あ、なんか足りてないな。グレートアックスとか足りてないね。12,500円になってるし。多分25,000円があれなんだね。グリフォンの爪も12,500円だ。物によってはね、なんか宝箱から手に入れるからね、この先。じゃあまた最近ここ拠点になってるよね。というわけで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はマナの要塞からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。